寛解を維持する方法。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、今日はスコットランドのプルトニー蒸留所の前からお届けしています。プルトニー蒸留所っていうのはオールドプルトニーというね、私の大好きなウイスキーを作っている蒸留所でございますね。あ、こんな感じですね。このようなウイスキーを、作っている蒸留所です。今日は質問いただきました。ハトコさん、41歳女性。私は平成20年に統合失調症と診断され、これまで13回にわたる入退院を繰り返しました。平成28年より現在に至るまでは薬はほぼ変わらず、体調もほぼ安定し、昨年冬よりパート勤務ができるまでに回復しました。そして先日主治医より寛解した状態であることを告げられました。今後どのようなことに気をつけていけば寛解を保てるのでしょうか。非常に素晴らしい、いい質問だと思うんです。多くの人に非常に役立つ質問じゃないかなというふうに思いました。寛解って何っていう話になってくるんですけど、病気が完全に治る、治癒って言いますけど、精神医学においてはあんまり治癒って言葉は使わないです。なぜかというと、また再発する可能性が高いからですね、少なからず。なので統合失調症が治癒しましたっていうことは普通は言わない。うつ病なんかでも、うつの症状がなく非常に安定した状態を、あなたうつ病もう治りましたって言っても、その人が例えば3年後にまたうつ病再発したら、治ってねえじゃんって言われちゃいますから、治る治癒って言葉はね、あんまり使わないで寛解と言います。今症状がなく非常に安定した状態にありますよっていうのが寛解の状態です。このご相談していただいた方もね、ようやく寛解の状態になった、そしてパート勤務もできるようになったってことなんで、非常に素晴らしいことなんじゃないかなというふうに思います。さて、この状態を維持するためにはどうすればいいかというと、一言あります。もうこれにつきますね。はい、無理しないってことです。無理しない、分かりましたってことなんだけど、ほとんどの人が無理します。せっかく良くなったのに、ほとんどの人が無理する。特にうつの患者さんとかそうだけど、なんでせっかく良くなってきたのにそんな無理してまた仕事をしようとしたり、ストレスのあるところに身を置いたりですね、そんなに頑張ろうとするんですかって話で、せっかく治ってきてるのに自分自身でダメにしてしまう人がほとんどですね。分かりやすい例で言うとですね、人間の持ってるエネルギーがあるんですけど、メンタル疾患の人ってそれがものすごく少なくなっちゃうんですね。だから100で動けてるのが、病気になっちゃうと50のエネルギーで動かなきゃならなくなる。例えば皆さんスマホありますけど、買った時って結構電池が長持ちすると思うんですけど、 2,3 年使ったスマホってもう本当に数時間使ったらもう 50% とか 40% になっちゃうっていうのがあると思うんですけど、メンタル疾患の患者さんってそういう感じなんですね。だから電池の減りがものすごく早いんですよ、普通の人よりも。だからあまりスマホを使わないようにして、電池を減らないように大切に大切に使わなきゃいけないんだけど、病気が良くなったというふうに、その充電が100までいったと思った瞬間に、普通の人と同じようにスマホを使い始めるから、もうあっという間に20とか10とか0になっちゃうわけですね。そうすると機能停止ってことになってしまいます。もっと自分の持つエネルギーの残量をですね、よく把握して、それを大切に使っていくってことが寛解を維持するコツです。ほとんどの人は無理をする、ほとんどの人は頑張りすぎる、ほとんどの人は治ったかと思ってですね、全く普通の人と同じような生活をしようとするので、また悪くなっちゃうんですね。はい、ということで、せっかく寛解まで行ったのですから、無理をせずにですね、自分のエネルギー残量を自分で把握しながらぼちぼちやっていくというのはね、非常にいいことなんで、それができる患者さんというのは本当に長い状態寛解を維持できますけど、多くの人は無理をしすぎてまた元の状態に戻ってしまうというのを私も数え切れないから見てますね。そういうふうにアドバイスしてもですね、なぜかみんな無理をしてしまうので、やっぱメンタル疾患になる人っていうのは頑張り屋さんが多いんです、本当に。だから分かるんですけど、気持ちはね、頑張りたいという気持ちを、そこを抑えていくというのが寛解を維持する無理をしないというね、最強の方法じゃないかなと思います。本当に無理せずですね、自分にブレーキを踏むっていうことをやりながら、寛解の状態を少しでもね、長く続けられたらいいんじゃないかなと思います。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。